ございます。世の中は自転車伝道師ケンこと堤健一郎です。ミニ世の中、今回のテーマは命について考えようです。第3回も、第2回に引き続き心の病について考えてみたいと思います。つい最近、職場の後輩が心の病を患って自ら命を絶ってしまいました。奥さんと子供さんが、残されてしまいました。消防士という仕事なんですけども、公務員とは言いながら、基本体育会系ですし、階級社会でもあります。自衛隊とか警察の方とともに、人間関係、上下関係っていうもののトラブルっていうのは、数知れない、と思います。基本的に消防っていうのは、市町村単位になりますので、市役所と、変わらない形態なんですけども、そこそこの、消防で、カラーがあり、いろいろ違う部分はすごくあります。その亡くなった彼は、乗っている自転車のジャンルは違うんですけども、彼も自転車が大好きで、時々、会うと自転車について話すことが、多くて、お互いこう認め合ったというか、自転車乗りとして、いい関係ではあったと思います。プライベートで一緒に走ったりするということはなかったんで、特に親しいというふうな関係でもなかったんですけども、自転車ということでつながっていましたので、本当に残念で、自分もそういう経験があったので、ちょっと何か彼にしてあげたかったっていう部分もありますし、すごい残念に思いました。彼は、結構自分にも他人にも厳しい、性格だったので、ちょっと、とっつきにくいような、彼でした。彼の死からですね、しばらく経って、みんな今、だんだんと忘れていってる中、同じ病気に悩んだ彼のことを思うとですね、自転車に乗りながら、彼はもういないんだなっていうことを、しみじみと感じることが多いです。職場でもいろいろ、そういうふうな経験者として、いろいろ、提言というか、こうしてほしいみたいなことをお話ししたんですけども、職員の心の病に、税金をつぎ込むということに対して、市民の、了解が得られないということを、上司には言われましたし、実際問題、そういうところにかけるお金がないということで、いろいろ公務員の中で心の相談とかをしている、ところを、紹介されたんですけども、やっぱ自分の身は自分で守らないといけないなっていうところを、すごく痛感しました。実際彼も、亡くなる前、眠れないっていうような状況もあったので、病院に通いつつ、休職してたんですけども、その中でも治療がもう順調に進んで、だんだんと良くなっているっていうことを周りは聞いていたので、ご家族もなぜ突然命を絶つ行動に走ってしまったということ
については、わからないっていうふうな、ことをお話しされているってことを、聞いています。電通の、女性の社員が過労によって亡くなるっていうことも、ニュースで、ずっと取り上げられましたし、コロナがまだ、未知のですね、死の病だった頃、芸能人の方が、自殺するというふうなニュースがありましたんで、そのことはすごい、世の中的には、ショッキングなニュースとして、扱われましたので、衝撃を受けた方も多いんじゃないかなと思います。心の病と一言で言いましても、いろんな、種類がありますし、経験されてない方にはわからない部分っていうのがすごくあるんじゃないかなって、今、私は回復したと思ってるんですけども、そういうふうに感じます。本当、普通の人が考えられないくらい、心の病にかかっているっていうこと、言う、あ、その時の人っていうのは、本当、心のエネルギーがもう、本当ゼロになっているっていうような状況だと思います。今では自転車電動車とか冗談で言っていますけども、その病気を患っている時っていうのは、本当、パンクするのが怖いので、自転車で外に行けないっていうような、今考えると、そんなことを、なんで心配してたのかなっていうふうなことぐらい、そういうふうな、レベルでも、行動ができない、そういうふうになっていました。よく、うつは心の病気と、心の風邪というふうに言われるんですけども、実際の普通の風邪は、万病のもとですし、本当に心の病っていうのは、なってしまわないと、状態というのは普通の人にはわからないのかなというふうに感じます。本当、ひどい時っていうのは、本当もう何をしようっていう、もう気力も、なんか欲求もなくても、本当に、こんなに辛いならもう死にたいっていうふうに私も、実際に考えましたし、本当、毎日薬を飲みながらですね、夜寝て、なんとか仕事に行って、帰ってきたら、同じ年齢で、調子の悪い妻と、隣り合わせの布団で寝て、ご飯を食べて、寝るっていうような日々の繰り返しでした。本当、今では本とかも読むんですけども、その当時はもう漫画も読めない。好きだった、自転車漫画の弱虫ペダルというのがあるんですけども、もうそれも読めない。本当、寝るだけっていう、何も意欲がなくて寝るだけっていう日々っていうのは、本当、地獄って言ったら、大げさかもしれないですけども、そういうふうな感じでした。当時は、東京オリンピック、パラリンピックがあってましたので、テレビでそれを見ることだけが、唯一の、癒しっていうか楽しみで、本当、君が代を、聞いたりすると、本当、なんか、今では考えられないくらい、涙がボロボロ出たりとか、そういうふうな感じでもありました。職場ではですね、上司からいつでも相談してくれ、きちんと対応するからって、最初言われたんですけども、
普通に見てみると、まあ、外見は普通、まあ、どこも、ね、痛いところとか、歩けないとか、そういうふうなわけじゃないんで、まあ、外見は普通なんで、まあ、それでも、まあ、心の病にかかっているので、普通に、まあ、仕事をすることが難しい、まあ、そういう状態だったんですけども、まあ、周りからしてみたら、本当、まあ、よく言われるように、怠けているとかいうふうに、まあ、捉えられてですね、まあ、もう最後はもう、まあ、上司もどうしようもなくて、もう休むか、もうちょっと、もっと真面目に仕事をしてくれ、まあ、どっちか決めてくれっていうふうに、まあ、ほぼ匙を投げられたような状況で、まあ、私も本当、もうそういうふうにきちんと仕事をしたいと思って、ではいるんですけども、まあ、人間関係の中の、まあ、チームでの職、仕事ですので、そういう、まあ、ことが難しかったのはあります。まあ、結構、まあ、信頼していた上司だったんで、まあ、そういう人でもなかなか理解するのは難しいんだなということを感じて、まあ、ショックで相当落ち込んだりしました。まあ、本当、まあ、上司、今から考えると、上司のまあ言っていることっていうのは、まあ、当然だろうなと思います。まあ、普通はですね。まあ、でも、まあ、そういうふうな、まあ、仕事に行って、まあ、帰ってきて、もうひたすら寝るっていう日々っていうのは、本当、まあ、苦しかったですし、まあ、本当、当時、まあ、朝学にも入ってましたけども、ずっと不登校で、まあ、ネットも本当見る気にならないっていう日々でした。まあ、そういう中でですね、まあ、だんだん多分薬も、もらって飲んで、まあ、ずっと眠れるようにもなって、まあ、だんだん症状が改善していったら、また2週間に一遍ですね、薬をもらうためだけに、まあ、通院していたんですけども、まあ、なかなか治療が終わらないというところで、もう、ああ、これが永遠に続くのかなっていうふうに、まあ、ちょっとまたそこで、ちょっと、ブルーになったっていうか、まあ、自分ももしかしたら永遠にこの病気と向き合っていかないのといけないのかな、まあ、良くならないのかなっていうふうに思って、まあ、本当、自分が生きていく価値があるのかなって、まあ、自問自答するような、まあ、日々でした。まあ、それでもですね、まあ、普通によく言われるように、まあ、明けない夜はない。まあ、ある時、自転車で出かけて、まあ、夕方、山奥で、道に迷ってですね、頑張って家に帰らないと、もうどうしようもないっていうふうな状況になってしまって、まあ、そういうハプニングがあって、まあ、自分も自転車乗れるようになったんだなっていうふうな、まあ、そういうふうな体験があって、そこから、まあ、大好きな自転車から少しずつ、まあ、自分に対する自信というものを取り戻していったような感じがあります。まあ、そういうふうなことを通して、まあ、今に至っています。まあ、もしですね、そういうふうな心の病気になったら、もう、ただ、まあ、日々、まあ、生きていく。まあ、食べて、寝てっていう、まあ、そういうふうな、まあ、辛いとは思うんですけども、そういう生活を、淡々と、まあ、続けてほしいです。まあ、本当、自分でもそういうふうなのはあったんですけども、まあ、自ら命を絶つっていうふうな誘惑っていうのは、すごいあるんですけども、まあ、それは、もう、一緒に、まあ、共存するといいますか、まあ、とりあえず横に置いといて、
まあ、とにかく、まあ、明日、まあ、一日迎える、そしてまた次の日迎えるっていうふうに、心のエネルギーがですね、少しずつ上がってくるまで、頑張ってもらえれば、それが一番いいんじゃないかなと思います。そこで、第3回、本日のお題です。あなたは追い詰められて死を選ぼうとしたり、あるいは、かなりやばい状態まで行ったことっていうのはありますか？まあ、もしよければ、その時に思いとどまれたのはどういう理由か、まあ、死を選ぶことから引き返せた、そういうふうなきっかけがあれば、教えていただきたいと思います。それでは、君ならできる。